こんにちは、コミーです。今日はこちら前に編んでます、ちょっとストレッチが効いた、名前はパフリーという糸でネックウォーマーを編んでいる、編み始めた動画は出しましたよね。で、その後動画にはしてないかな、忘れちゃった。時々ちょっと編むみたいな感じで、あんまり進んでない感じがあるんですけど、ダイソーにね、久しぶりに行って、ストレッチヤーンっていうやつを、見てきました。触ってきました。で、ああ、伸びるね、ストレッチだねって思ったんですけど、あ、これに似てるなぁとちょっと思ったんですよ。全然ちゃんと触ってないから、ちょっとしか触ってないから、違うよっていうご意見もあるかもしれないけど、伸びる感じと、なんかこのタオル地っていうのかな、なんか、そんな感じが、似てるなぁって思って、あ、じゃあこれちょっと編もうっていう、そういうことなんですけど、この編み方は、ハピママさんの、ピエロさんでコラボした商品、ネックウォーマーの、模様編みなんですけどね。すごくサクサク編めるんですよ。スヌードは、すごいサクサク編めて、で、今回これも10号だから、もうサクサク編めるだろうと思って編んでみたら、この伸びるっていうのが、なんていうかな、編むときになんか難しいって言っちゃうとちょっと違うかな。なんかね、伸びるんですよ伸びるんですよ。で、まあ、こうやって今少し出してますよね。で、私普段の編み物の場合には次編むところっていうのかな、こうやって出しておかないで糸玉からこう直に編むところに引っ張ってくる感じなんだけれども、これはそうすると引っ張っても伸びちゃうから糸が出てこないっていう感じ、なかなか出てこないっていう感じがあって、そこで、あ、こうやって編んじゃダメなんだと思って、こうやって引っ張って少し出してから編むみたいな風にしているんですけど、そんなことがなんか慣れなくて、普段こういう風にあんまりしないから、で、なんか長い間編めないっていう、自分の癖がその出来上がらないっていうのかな、で、なんかあんまり編み進んでないって感じなんですけど、だからそういう感じの糸なんだろうと思って、ストレッチヤーンっていうのはね、だから私はちょっと使いこなせないなって思って買わなかったんですよ。まあでもこの伸びるという特性を生かすと使い道はきっとありますよね。伸びてほしいところに使う、なんていうかな、リブのところっていうのかな、手首とか足首とかそういうところにこう伸縮性を効かせて作りたいものがある場合にはすごく向いてるなぁと思います。だからこれもその伸びる特性を生かして、ネックウォーマーだからそんなに大きく編まなくても首にフィットするような形にできるんじゃないかなって思ったりしたんですよね。うん、使いたいところはあるけど、ま、編みやすさからすると、やっぱり伸びないものと違って、っていうか伸びる、ウールだったら伸びるけど、その伸び方が違うみたいな、そんな感じかな。うん、
なんか編み方にコツとかがあるんですかね、こういうの。ちょっと私わかんないからいつも通りに編んでいるけど、そう、こうやって編みながらも、やっぱこの左手でピンと張るみたいなのっていうのはありますよね、普段の編み物の時に。ここがやっぱりたるんでしまうと、この編み目がちょっとボコボコになっちゃうっていうのがあるから、こう左手で糸をこう引っ張りながらっていうかな、少し気持ちね、ちょっと引っ張って編む感じがあると思うんですけど、だこれ引っ張れないんですよね。あの、引っ張っちゃうとその伸びちゃう、ストレッチが効いちゃうから、伸ばしすぎると逆にこう編んだ時にこうギュッて縮むから、またそれはそれで編み目が揃いにくいよなーって思いながら、だからここ持ってるけど大して引っ張ってなくて、でもこうたるませてったらダメですよね。だからすごいね、こっちの左手の意識がすごく強いっていうかな、神経使ってるっていうか、そんな感覚で編んでます。だから疲れるのかもしれないな。なんか普段左手に意識するっていうかな、いつもの編み方みたいな感じで、もう無意識で左手のこの糸の引っ張るテンションみたいなのっていうのは無意識でやってるから、その無意識でやっちゃうと引っ張っちゃうから、ここに左手に意識しなくちゃいけないっていうのが、うん、疲れるんだ今喋っててわかった。右手はだってね、同じですもんね、編み方としてはね。そんな感じなんですよ。だからストレッチアームそうなのかなーって思って、飲み物いきます。今日の蓋付きマグカップ、はい、ホットカルピスです。今赤ワインのカルピスソーダ割りにハマっていて、カルピスソーダっていうのはカルピスの原液と炭酸で割るっていうことなんですけど、あの赤ワインってまあだいぶ昔に比べたらだいぶ飲めるようになったんだけど、私飲むペースがやっぱ早くて、ワインとかなんかもう座っていい気になって飲んでって、立ち上がったらあらららみたいなそういうことがよくあって、ワインはダメだなーってずっと思ってたんですけど、でもまあこれ年齢は関係ないのかもしれないけど、やっぱりなんかね、周りにワインを飲む人が増えてきてるなー、増えてきたなーとか、なんかそんな感覚があって、ちょワイン飲めるようになりたいなーって思ってこう練習してきたっていうところあるんですけど、練習ってね。でもやっぱりそのワインの当たり外れっていうのかな、当たり外れっていうのは私の口にとってですね、口に合う合わないっていうのがすごく差があるっていうのかな。だから美味しいと思えばすごい美味しいんだけど、あ違ったって思うと飲みきれないみたいな、それぐらい差があって、なかなか飲もうとできなかったんですよね。これ失敗してたら、合わなかったらどうしようと思うと試してみれなかったりとかして、でそれが、まず炭酸で割るといいよっていうのを見てやったら、あこれは飲めるって思って、 そんな後にそのカルピス美味しいよっていうのを聞いて、でいやなんだこりゃ美味しいなみたいな、でハマってるんですけど、今飲んでるのはすごい安い、業スーで買った安い赤ワインなんですけど、あんまり赤ワインの味とか関係なく、その炭酸割りとかカルピスソーダ割りとかにしちゃうと飲めるなーって思って、まあだから失敗しちゃった時っていうのかな、
あの赤ワインちょっとこの美味しそうで試してみたいけどみたいな時に、あーちょっと私の口に合わなかったなって時に、そういう風に飲んだら吐けるなって思って、失敗しても飲みきれるなって思って、まあすごいいいこと教えてもらったわみたいな感じなんですけど、そうだから今カルピス、まあちょいちょい使っててですね、それで今ホットカルピスにしたんですけどね。あとはね、ドクターペッパー割りをしました、赤ワインの。まあこれはもうね、ドクターペッパーの味になりますよ赤ワインのコーラ割りみたいの流行った時ありませんでしたっけ。それと同じ感覚ですよね、ドクターペッパーは。うん、まあそうやって割れば赤ワインね楽しめるんだなーって思ったら、すごいハードルが下がったんですよね。楽しみになってきたっていうかね。もうお酒飲まない人にとってはちょっと面白くない話でしたね。これでも首につけといたらね、あったかいかなって思って、そう思って、そのなんかちょっとコットンっぽい感じがありますよね。あ、コットンって書いてなかったか。アクリルナイロン、ポリウレタン。だからすごい寒くなる前とかにいいなと思って編み始めたんだけど、もう寒くなっちゃったみたいな。でも、このフィット感がね、あったかさ増しそうな気もするから、まあ、いいから早く編んで使いなって感じなんですよね。だから伸びるって考えたら、頭のサイズギリギリのところで平気ってことですもんね。ビヨーンって伸びて。でも、あんまり首にこう、ピタッてしすぎると、なんかムチ打ちみたいになっちゃうかもしれないから、ちょっとだけ余裕持たせてみたいなサイズ感かなって思いながら、まあもうちょっと、もうちょっと編みたいから、まだ完成にはできないんですけどね。この玉編みだと、厚みも出るってことですよね。ハピママさんのスヌードは、もう使ってます。もう買い物くらいしか行かないから、あれだけど買い物の時とかに使ってますけど、うん。いいですよね。とても。で、キャットヤーンの方を見せて使うようにすると、手作り感がちょっと薄いかもしれないですよね。まあ、編み物する方はね、あ、キャットヤーンかなってわかるけど、なんか手編みの部分があったとしても、ああいうの売ってんのかしらっていう風にも見えますよね。ちょっとこれ何センチぐらいにするかもちょっと決めなきゃな。頭のサイズだとしたら、60センチぐらい。ちょっと今ね、手がかじかみ気味なんですよ。ちょっと温めたつもりなんだけど、ちょっとぎこちない手が。まあでも本来はこうちょっとかじかみそうみたいな、そういうこう手が好きなんですよね。なんかキリッとした感じの状態の手が私的には好きなんですよ、編み物する。も編み物じゃなくてもなんか作業するときにね。だけどちょっとかじかみが入っちゃってる、今寒くなってきたということですね。なんかちょっと若干ゆるって編んでるのが伝わるでしょうか。こう左手に渡っている糸が、でもなんかゆるゆるすぎちゃダメみたいなね、そういう感じですけど、ちょっとでも最初に比べたら目が大きくなってきてるのかな。なんか最初は気がつかないで編んでて、なんかなーって思いながら、ちょっとゆるくしなきゃダメなんだって思って、途中
どんどん緩くなっていった感じなんですよね、その左手のこう引っ張り具合が。だから少し最初の方と目の感じが違ってきちゃってるかもしれないんだけど、まあ見て分かんなきゃいいかなみたいな。このあね、幅が変わってきちゃうとちょっと、まあちょっとつってもな、分かんないですよね、このつけてたら。そんなことなかった。今26センチ。これもう半、これで半分ぐらいにしたらいい感じですかね。これをあと半分、この大きさを編み足したらいい感じですかね。とか言って、ちょっと編んじゃいたいんだよな。でも、あ、この動画ではもちろん最後までいかないですよ。ちょっとこれを仕上げちゃいたいなって、この間からチラチラっと目で見ながら思ってたんですけどね。なかなか進まないっていうか、やっぱこの左手を意識してるから、すごい編んでる間ね、めっちゃ緊張してるんですよ、これ。そういうのがあって、目で見ながら、なかなか手には取ってないという、そういう状況だったんですよ。いや、でもほんと、使いたいから。ということで、中身はね、だいぶ減ってきてるんですけどね。はい。ということで、今日は引き続き、このストレッチする、パフリーで、ネックウォーマーを編んでいる動画となりました。おしまいです。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。さっさと完成させろよという方は高評価お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。